巨人阿部監督の苦悩再燃、現前監督の影響で高橋政権時の悪夢再び、FA 組と主力選手の低迷で阿部監督に試練到来。29日時点で、巨人の得点数は114点でリーグ最小チーム打率227もセ・リーグ5位と低迷している、20試合連続で4得点以下という球団ワースト記録も更新してしまった。巨人は定期的に貧打に陥る時期があった。 例えば2015年にはチーム打率243で9年ぶりにリーグ最下位となったこの年現監督の阿部打率24215本塁打や村田打率23612本塁打ら中軸打者が故障や打撃不振に見舞われた規定打席に到達したのは坂本打率269と長野打率251のみであり 結局、リーグ3連覇は途切れ、原監督の第二次政権は終わった。巨人のコーチや中央大学の監督を歴任した評論家の高橋義正氏はこう語る。2015年頃は、故障がちになっていた阿部、FA で加入して衰えが見え始めた村田、そして長野と坂本の4人に原監督が依存していました。しかし、若手を育てることができず。 翌年からの高橋義信監督が苦労することになったのです岡本を4番に据えて育てたのは義信監督でした現在同様の状況が再び起こっている原監督の後を引き継いだ高橋義信監督と現阿部監督の姿が重なって見えるのだ2019年からの第三次現政権では丸を FA で補強するなどして打線を強化しリーグ連覇を達成したが 21年から3年連続で V1 し、22年のチーム打率はリーグワーストの2 4 2となり、頻あえいだ。そのチームを安倍監督が引き継いだのだ。高橋氏は続けている。や梶谷といった FA で加入した主力選手が転換期を迎え、若手が育っていない状況です。16年の高橋義信監督と同様に、今度は安倍監督が後始末に追われる形になっています。 投手陣はこの日の先発のほったらが延長12回まで無失点でつなぎましたが得点が入らないと投手陣に影響が出てくるでしょう1点も取れない状況が続くと投手たちは大胆な投球ができなくなりそれが心配です昨季崩壊した投手陣は再構築されつつある今度は勝ちながら打撃陣を整備するという新たな課題が阿部監督に課されている原監督の後を継ぐ監督はいつも困難な状況に直面するのだ ファンの反応大体監督の交代ってチームの順位低迷による引責辞任がほとんどですからね今年の巨人によらずほとんどの新監督が抱える問題でしょう阿部監督は自分の中に目指すチームのビジョンを明確に持っているのが伝わってくるしむしろここまでもよくやれている方なんじゃないかと思ってます高橋監督も阿部監督も前任監督は同じってことですねまずは投げかいジャイアンツからは出しつつありそうです 頻打戦についてはもう少し精還してあげるべきかと思いますね。今の打撃コーチを見るとスラッガーと言われる選手ではなかった。もちろん指導力次第なんでしょうけど、岡本以外に一発の怖さは相手チームには与えられないですね。坂本や長野に長打を期待するのはかわいそうな気がするし、萩尾、門倉、佐々木あたりの成長を期待したいです。松原はどうしちゃった 秋広中山はもっと向上心を持ってほしいと思います。どんなトップや管理職にも功があれば罪もあり、プロ野球の監督にも当然功罪はある。原監督の場合は、第3次政権だけ見ても日本シリーズで惨敗を繰り返したり、契約途中での辞任があったとはいえ、2度のリーグ優勝はしている。選手を何人も育てられなかったかもしれないが、若手選手たちの1軍での抜擢はしていて、経験は積ませているし。 何よりも今回は安倍元監督にバトンを渡す道筋をつけていた単に言えばチームが強ければ監督は変わらないしチームが弱いから監督が変わったわけで現在のジャイアンツも確かに主力野手陣が過渡期を迎えるがそれもどこかで繰り返し訪れるものでしょう安倍監督には主力選手の育成も監督の仕事として成果を多少の時間をかけてデモ出す必要があるし期待して見守りたいです プロ野球の監督の評価って実際のところそうなのかもしれないけど、うまくいって勝って優勝でもすれば、前監督の遺産、育てた選手で勝ったとか言われるし、成績が良くなければ前監督の尻拭いとかマスコミに言われちゃうんだね、自分はそうは思っていなくて、前監督から引き継いだ時点で、編成がトレードや FA やドラフトなどで戦力の補充や入れ替えを行って、その戦力で監督が試合を戦い、采配を振るっているので。 よくも悪くも新監督の評価になってしかるべきと思うけどな、ある意味人がやることだから新監督になって環境が変わり伸びる選手もいれば、ダメになる選手もいるからね、明確な線引きは難しいと思う。原に比べれば阿部はよくやってるよ。投手陣の安定さは今やリーグ一といえる、打力が弱くてもリードがいい小林、岸田を併用しているのも大きな要因だ。 巨人にはあまり打たれないというより巨人から点を取るのは至難の業という印象の方が強いだから貯金生活ができているいずれ岡本が打ち出せば得点力はかなり上向くからそれまでの辛抱だ昨日のソフトバンク戦の勝利が今の勝ち方それでいいさよなら劇安部野球が炸裂吉川尚輝が延長12回に決めたいった日本生命セパ交流戦巨人1レイソフトバンク 29日、東京ドーム巨人が安部野球を貫き通し強敵を相手に今季3度目のサヨナラ勝利を手にした延長12回先頭打者の丸が左ン打で出塁し代走としてお声が送り込まれた代打小林のギダで一死二塁とし吉川が初球を右声に放ちサヨナラ二塁打で試合を決めた8回から5イニング連続で得点圏に走者を進め 最後の最後で報われた阿部監督は本当に遠い地点だったと思いますけど勝ったんで嬉しいですと喜びを表した交流戦初戦の29日1点を追う6回無失一、3塁の場面でおこえの3球連続セーフティースクイズが得点に結びつかず賛否両論が起きたこれまでの得点圏打数は369打数でセ・リーグ2位タイだが得点圏打率は1割9分5厘で同ワーストにとどまり 総得点数百十四は、十二球団ワーストと低迷している。だから、虫一三塁でセーフティースクイズをやるんですよ。その気持ちは分かってくださいと阿部監督は語った。シーズン前にチーム全員の前で誓ったことがある。自己犠牲の精神を持ち、チームとして一つ先の塁を狙うことだ。僕が始まったときに言ったことですし、こういう価値はでかいし、1点もぎ取るんだっていう。 そういう野球を僕はブレずにやっていきますと4時間29分の大接戦に手応えを見いだしたこの勝利が潮目を変える1勝となるべく次戦がさらに重要な一戦となる野球って難しいなって思いながら見たりサイン出したりしている爆発するかわからないですけどなんとか野手で勝ったという試合を1試合でも多く作ってほしいなと思いますと阿部監督収穫と課題を抱えて次戦に臨む ファンの反応最後に打ったから良かったけど、それまでずっと得点圏にランナーを進めても1点も取れなかった、特に8回ノーアウト23塁で0点はかなり厳しいし、一昨日のアベノスクイズが正解だったのかと思った。策に出て失敗すると、なんでその作戦をしたのかと批判され、普通にやって打てないと無策だと批判される。監督は本当に大変だね 打者は監督が策をほとんど出さなくていいように奮起してほしい。かつてのホークスほどの圧倒的強さはないとしても、過去に日本シリーズではコテンパンにやられたり、最近は手も足も出ないという印象が強いから、ホークス相手にここまで粘って競り合えるチームになっているだけでも希望が持てた。見ている間は主軸打者にイライラを通り越して怒りも感じたけど、チーム全員で戦っているからには。 主軸の活躍で勝てる日を辛抱強く待つしかないね。ホークスの強力打線を12回完封するなんて、投手陣がすごかった。やっぱり打線よね。もう少し点を取ってくれないと。山崎のように1失点で負け投手。堀田のように0失点でも勝ち星がつかない。これが続くようだと、さすがにメンタルがやられる。だって3点取られたらほぼ負け投手なんだもの。やはり打線の援護は必要だ。 夏場に向けて調子を上げていってほしいですね。